今回はですね、韓国ソウルのチョンノっていう地区にあるフォーチュンホステルチョンノに宿泊してきました。1泊が1800円でしたね。場所的にはまあソウルってなんか地下鉄が発達してるみたいで、ソウル駅から15分のチョンノ3区っていう駅で降りて、そっからですね、そうですね、まあ10分ぐらい歩いたらホテルに着いたと思いますわ。で、これが部屋の中ですね。まあ、いわゆるドミトリータイプで、2段ベッドが4機、まあ8人ですね。8人泊まれる部屋ですけど、まあ大体ね、私も含めて、いつも3人ぐらい、3人か4人ぐらい、いや、4人もいなかったか、3人ぐらいですね。で、ここに、鍵付きのロッカーがありますから、まあ、貴重品はその中に入れとけるんで、別にドミトリーでも物取られたりとか、そんな心配はないですね。で、これがトイレ。まあ、トイレとシャワーが一体化してるわけなんですよね。まあ、でも、西成の、ところみたいに、共同の風呂ってわけじゃなくて、共同トイレ、共同風呂ってわけじゃなくて、部屋ごとに一応ね、ついてるんで、まあその辺はありがたいっちゃありがたいんですけど、まあでもなんかトイレの隣でね、風呂を浴びるっちゅうのは、まあまあそら、うちのはアパートもそうやから別にどうとも思わんのですけどね。まあでもそういう感じなんですよね。で、ですね、さっき、トイレの隣に、ゴミ箱が置いてあったじゃないですか。それね、あれね、韓国ではなんつうんですかね、トイレを流す下水管が細いんですよ。下水管が細いってんで、トイレの紙を流すと詰まってしまうんですって。だからトイレの紙はゴミ箱にポイって捨ててくれという。だからそのゴミ箱の中には、まあいろんな人のトイレの紙が入ってるというね、なかなか、これはなかなか日本の感覚で言うと、おいおいっていうような感じなんですけどね。で、ですね、部屋中に、コンセントがあるんで、スマホの充電とかには困らないですね。ですね、床暖房が効いてて、あと、なんですか、一応エアコンもついてるんで、空調は快適で、別にその、暑かったり寒かったりとかそんなことはないですね。部屋の中で快適に過ごせると思いますが。ベッドはまあ当然そんな別に汚くなかったです。綺麗でしたね。ですね、あと無料の Wi-Fi が使えます。ほんでね、このホテルは大体何階建てなんかな。私が宿泊したのは8階建てが、まあ8階やったから9階、10階ぐらい、結構ね、性の高いホテルですね。で、このチョンノっていう地区がどういう地区なんかいまいちようわからんのですけど、まあ、その周囲はなんか結構、下町っぽい商店、いや、そうではないか。まあでも、そんなゴージャスなお店があるわけじゃないですけど、まあ飲食店が結構あって、ほんでそのここのホテルみたいな安ホテルがいっぱい集まってる地区みたいな感じで、それの客を相手にするそのちっこいなんですか、飲食店とかそういうのが周りに散らばってるみたいな感じの街でしたね。だからその何ですか、日本の客を相手にするためにか知らんけど、なんか知らんけど、カフェにはクレープ食べれますとかカタカナで書いてあったり、なんか近くにはなんか東京、何やったっけ、東京ハッピンスって言って、なんか東京のかき氷ですよみたいな、東京のかき氷って一体何やねんで、いまいちようわからんのですけどね。で、まあとりあえずそういうお店もありましたわ。まあそんな感じで、とりあえずこれエレベーター乗って1階に降りていきますということでね。ですね、まあここはですね、私が宿泊したのはドミトリー部屋でしたけど、別にね、一人部屋とか二人部屋とか三人部屋とか、だから友達同士とか家族とか一人とか、まあそれぞれ用途に合わせて部屋が選べる感じになってますね。で、ここフロントはね、今は誰もいないんですけど、スタッフの人は結構なんか知らんけど、日本語が喋れる人みたいな感じで、普通にね、日本語を通じたから、この辺はね、やっぱ海外旅行で心細い時は安心ですよね。だからこの1800円でその日本語喋れる人がいるホテルっていうのは、結構これはね、嬉しいことだと思いますよ。で、これがですね、まあ休憩室というかラウンジというか、まあだからゲストハウス的なところにはつきものの、まあ交流してくださいねみたいな感じの部屋ですね。でね、
テーブルの奥に、これはちょっと話するけど、テーブルの奥にトイレットペーパーが置いてあったの見えましたかね。あれ、トイレットペーパーが置いてあるんですよ。だから、日本人の感覚からしたら、それ、便所のもんやのになんでそんなとこに置いてんねんってことになるやないですか。でもね、まあ、さっきのトイレで見てもらったら分かる通り、韓国では、なんつうんですかね、トイレットペーパーは、いや、日本ではね、トイレットペーパーとティッシュペーパーは全く別もんやないですか。トイレットペーパーは便所に流すもんやけど、ティッシュペーパーはゴミ箱に捨てるでしょ。でも韓国では両方ともトイレットペーパーもゴミ箱に捨てるもんっていうことは、つまりティッシュペーパーとね、トイレットペーパーがそんなに違うもんであるという認識ではないような感じを受けるんですよ。だから別に日本人ならテーブルの上にティッシュペーパーが乗っかってあって、まあ、こぼれた時に拭きましょうみたいなのは何も普通ですけど、韓国的にはティッシュペーパーで拭いて OK やんやったら、トイレットペーパーをでテーブルを拭いたって OK やんけみたいなノリが多分あるんでしょうね。だからトイレットペーパーをがいろんなところに置かれてるんですよね。だから、そうですね、ちり紙代わりに使ってる人も普通にいましたねって、なんでそんなトイレットペーパーの話を延々とするんやって話ですけど、ですね、ほんでさっき、見てたとこやったら何やったっけな、ホテルの、フォーチュンホステルの向かいにも、イエローブリックっていうね、あれも安ホテルですわ。で、ですね、まあ、こう、外歩いてきて、外に出てきましたよという感じでしたね。ですね、でね、その1800円っていう値段なんですけどね、要はほら、タイとかインドとか旅行行ったら、1泊が300円やとか400円やとかいうのがあるから、それやったら韓国とか1800円やったら高いんちゃうのって思う人もいるかもしれないですけど、はっきり言ってね、私も行ってびっくりしたんですけど、韓国って物価が全然安くないんですよね。はっきり言って日本と全然変わりないんですよ。コンビニでもジュースとか普通に200円とかですからね。まあ、そんな感じで、1800円で、まあ、めっちゃ快適に、過ごせたし、日本語を喋れるスタッフさんがいるっていうのはね、めっちゃ心強いですから、本当ね、ここはめちゃくちゃおすすめできると思いますわって、まあ、そもそもなんで韓国に行くのかよう分かんないですけど、もし韓国に行った時は、ここはね、本気でおすすめできるいいホテルだと思いますわ。じゃあまた。